アイザック・ウォルトンは、イギリスの随筆家、電気作家、ザ・コンリーとアングラーの著者として有名、スタッフォードに生まれる。土底暴行を経て1614年に独立し、ロンドンで金物屋を営んで成功した。その一方で、地元の教会区の牧師を務めていた詩人ジョンダンと婚意の間柄になり、その他国教会関係の多くの名士とも信仰を結んだ。 1626年に高層クランマーアイエのレイチェル・フラウドと結婚し、6人の子を設けたが、彼女は1640年に死去。1646年に僧侶の妹であるアンケンと再婚をし、3人の子を設けたが、アンも1662年に没している。43年に商売を辞めた後は、スタッフォード、ロンドン、フルハムと展示。 好きな釣りを楽しみながら悠々自適の余生を送り、最後はウィンチェスターの娘婿の下で過ごした。53年のロンドン在住中に初版が発行されたザ・コンディート・アングラーは、その後作者自身とチャールズ・コトンにより造歩、改訂がなされ、76年にほぼ今の形となった。釣りの楽しみの実践的書物であるととともに、古事伝承。 歌、随奏なども随所に織り混ぜられており、その素朴で味わい深い文章とも相まって、古くから釣り人のみならず数多くの読者に親しまれてきた。また、ピューリタン革命などの内乱の時代を背景にした、西王忍者文学の伝統を引き継ぐ、随筆文学の名作としても高く評価されている。また、40年に、ジョンダンの伝記を執筆したのを皮切りに、51年に、 ヘンリー・ウォットン、65年に、リチャード・フッカー、70年に、ジョージ・ハーバートなど、次々と友人知器の電気を手がけ、1796年に、それらが電気集としてまとめられている。ありがとうございます。